じゃじゃはい、よろしくお願いします。ね、まあ、久しぶりっていうかさ、一回出てくれたんだよな。最初のこと。いや、そうだ。からデーブが。だいぶ前ですよ、あれ。俺、楽天の監督辞めて、ここで見せたやり出して、うん、すぐですもん。だから、ビフォーアフターですよ。いや、もう何年前？ 6 年前。いや、6年もやってないから。やってない。じゃあ、5年前。5年前ぐらいな。うん、でも、デーブが YouTube 初めて絡むもんな。そうですよ。超遅かったな。いたかちゃんでしょ。まあまあまあ、俺、まあいろいろあったからね。まあいろいろ抗議抗議ね。いや本当に、あ、だから呼んでもくれねえし呼んでも来ねえしみたいな。で仲いいのになんでみたいなね。まあなんか周りは不思議に思ってたから。思ってましたよ本当。うちらの方はあれ、豊さんと何かあったんですかみたいな。何もないけど、ね、ハゲてデブてるデブなだけだよ。そうだよ、具体的なところ。コンビ名になるぐらいのな。そうそう、 H&D ね。そうH&D、 ハゲ&D。 そうだな。そうですよ、ね、まあデブにはもういろいろ聞きたいことがあるよ、シーズン中も聞けるから、うん、安心して何でもゆっくり聞いてください。いやただね、ただ今日はね7時まで大丈夫。あ、ほんと。まあ、じゃあもうがっつり聞くわ5時間ってあの、なんていうの、いや監督までやるとさ、うん、まあ例えばそのコーチの要請があったとしてもなんか受けにくいとか、うん、そういうのではないの。あのね、この度正式名称は何だっけ。巨人の監督付き候補ですよ。監督何言ってんの。俺も真剣にこうやって頭の中でなぞってたけど全くバッティングのバヌ字も出てこない。 YouTube 担当。そうなの。なわけないですよね。まあ、打撃、巨人のチーフ打撃コーチ。まあ、チーフだって亀しかいないですよね。いや、まあ、例えばチーフって言うとそのバッティングコーチの中の位が一番上っていうこと。そうだから責任があるそれはね、監督と球団の優しさでしょうね。だから亀井をバッティングさそうと、去年守備走塁だったでしょ、多分亀が。だからその差別化しようとしてくれたんじゃないですか。とりあえず敬意表してくれて、まあ、年も上ですし監督もやってるから、まあ、とりあえずチーフつけとこうっていうぐらいのもんで。だから僕は亀と別にその亀が下とか上とかではなく、こっちが責任を持てる立場。ダメだ、お前は残れと、俺が責任取るよっていうもんだよと思って付き合ってますし。なるほど、うん、いやだけどさ、まあ、監督一回やった人間ってやっぱり監督の快感ってあるわけじゃない。決定権が全部あってみたいな。全然ありましたね。あるでしょ途中から。そうでしょ。いやその経験してるのに、うん、バッティングコーチをやる、うん、まあある程度の年になってるわけじゃない、うん、で別にバッティングコーチしなくたって飯は食っていけるわけじゃない、ね。まあ、確かにやってない方が裕福ですよね。そうだろ、うん、いやそれよりなんで受けることになったんだと思うんだよ。まずはそのもう監督をやった快感はもうなくなってたんですよ。それはどうでもいいの。もうどうでもいいんですよ、うん、でまずは原監督は絶対来ないと思ってました。だって何年もやってんのに声もかかんないってことはかかるわけがないじゃないですか、うん、と思ってたわけし。で、まあ、この人とこの人がにもし言われちゃった、だからやんないでやんないでって時もあったし、その人らが、うん、呼ばないでよみたいな。もう俺自由でいたいっていう。まあ例えば誰。まあ名前言えないけど捨てるけどね。そうそうそう。でやんないでっていう思ってたんです。やって呼ばれたらそこは断れねえなみたいな、うん、でも呼ばれるのも自分の中で分かってたしね。でその人たちが声かけを前からしてくれてるから。でまあそんでその原監督と監督同士で戦ってもいいんですよ、うん、でもやっぱあくまで憧れの原さんなわけですよ、戦っても、うん、でやっぱやりづらい監督なんですよ。やりづらいよね。まあ、作戦とかめちゃくちゃ上手だし、あと勇気ですよね、うん、簡単に言えば2点ビハインドでランナー1塁やっと先頭バッター出たのにディスボールで走らせますかっていう、こっちはもうノーガードですよ。もうそうなったらいいかバッター行けってこうサインがバッター行けになってるわけですよ。走ったみたいな、その1点が効いちゃって逆転されるみたいなことやるから。だからまあ相撲で言うと東って半枚上なんですよね。知ってます？東と西のから来る東型デブ山。ああ東の方が上でしょ。西型ハゲ豊みたいな。ああ、まあ、東が上なわけじゃないですか。だからもうやる以前から原さんの方が半枚上になっちゃってるんですよ。いや何してくんだろうって。でまあ交流戦やった時もこっちがバンバン走ったんですよ。8しか勝てないから翌日でもバンバン走ってくるんですよ。そこで負けず嫌い出すんですか落ち着いてくださいよ、ホームランあるんだからやっぱコテッパに行かれるわけですよ。盗塁までされちゃったらエンドランかけたりで組織的なことやるんだからみたいな、いじめいじめみたいな思ってたんですよ。だからまあそういう監督だと思ったし、まあ、それ以上に憧れがあって。でなんて声がかかったの。いやそれで俺途中からプロ野球ニュースがもうジャイアンツのこと言い出してたんですよ。なんかジャイアンツは辞めたって言ってたんですよ、うちらの火曜日班に。なぜってこう負けても悔しがんねえし選手がさらーっとベンチ裏帰ってくから、こいつら練習してねえなと思って、俺なんか辞めたと思って言ってたら、でベーマガとかも、まあ、自分持ってるものをこういう発信できるものでは巨人もダメだみたいな書き出してたんですよ。だからメッセージがなんかブブってこうなるじゃないですか、うん、マナーでブーって
誰が来たなみたいな、あの辰徳だよみたいな原監督って書いてあるよみたいな、何これ怒られるわみたいな、なんか文句言われるのかなみたいな、はっきり言いますって書いてあるで、開けない限り全部見えないじゃないですか、まあまあね、上のとこしかはっきり言います、うん、うわ俺なんて謝ろうもうって思ってたんですよ。で開けようかな、まだ早い、まだ言い訳考え、でも言い訳するなって俺来てきたはずだぞ、開けちゃったみたいな、わかります、わかる、開けちゃったよみたいな、でもう覚悟決めたいな、もう怒られるならもう怒られよって謝るしかないってって思ったら、一緒にやろうって、まあ、予想外すぎるんですよ。何をバッティングコーチって書いてあったの、書いてないんですよ、一緒にやろう、一緒にやろう、何をやるのみたいな、いやでもその前から監督とは話をしたりいろいろあったの、その、まあ、もちろん憧れの人でしたし、その監督も嫌ってはいない感じはあったんですよね。電話してもいろんな YouTube で広岡と田口のトレードどうですかって言うと、うん、教えてくれたり、中田翔のことどうですかって言うと、 YouTube で話したいんですって言うと、いや実はなってクリと話したんだよ、使っていいですか、どんどん使いなさいってやってくれてたんで、着信拒否もされてないし、嫌われてはいないなぐらいは思ってたんですよ。でまあ現役の時も僕スタメンなのに喋る、みんなこう集中してくるじゃないですか、6時に向けてちょっと喋ってたら、最後テーピングとか巻き直すじゃないですか、プロ出てスタートするぞみたいな、そんなの喋ってたら原さんが元気的にこう顔中ホワイトテープで巻かれたことあるんですよ、3分黙れってお前さんには緊張感ないのかって浮く浮くことこうとか曲がるだろ浮くことこうとか生きていけないから、まあ、そういうのとか、まあ、お風呂場でタオルで、まあ、出てたらドームなんか一緒に入るじゃないですか、あれデーブ、お前さん楽のゴルフボールかなんて言われて太ってる絶対肉に入っちゃうんですよ、まあね楽に入ったゴルフボールって見える、埋まってる感じがね上から見たら分かるけど、そう横から見たら見えねえ、分かんないよ、松村とかそうなんですよね、ふっと上手くなっちゃう、雅山とか、デーブがね楽のゴルフボールみたいなのとか言ってくれてたんで、で、オフになるとまあゴルフも誘ってもらったり、まあ、してたんですけど、まあ、まあ常に憧れの人ですよね、豊ちゃんでもそうです、野球人としてはここにこうやっぱ画面があって、まあ、我々はちょっと会う時間が多分多くあったから豊ちゃんってこうちょっと近づいてるけど、やっぱ原さん会えないじゃないですか、だから豊ちゃんがね僕のチャンネルで言ってくれたみたいに人だかりになるみたいなイメージなわけですよ、僕も今でも、だから今でもご飯食べてお前さんで言えばさ、なるべく隠れますもんね、原さんに声かけられないように、憧れの人から声かけられたら何て答えか分かんないじゃないですか、なるほどね、ちょっと緊張感が、はあ、まだね、一緒にこう同じ部屋で、まあやっぱディスタンスちゃんとするから、部屋にいても遠いわけですよ、遠くてもなんとか影にこう隠れますもんね、そうでもちょっと元木の影にいて監督から声かけられないみたいな、あんですよ、ビビりだから僕いや、ほんとほんと、それで、まあ、そういうところもあって、まあ、なんで引き受けたかって、まあ、本当に戻ると